何か手はあるさ。見つかったら殺される。アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか。ジン、待ってたよ。ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、分取るとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。んこの木を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。ケンジ、殺してやる。こやつは。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？スゲガサ州から盗んだ。酒井様、もうこの木をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じ、当てにはならんな。そやつと逃げろ。早く見送ってこうしろ。
ケンジ、夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。坂井様、お願い出して。交渉ですから。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ、助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。あれ見ろ、失敗したじゃないか。怒るな。